裾野市の保育園での暴行事件をめぐり近く外部の有識者で構成する調査委員会が設置されることが分かりました裾野市の桜保育園では園児に暴行を加えたとして当時働いていた保育士の女3人が逮捕・送検されています関係者によりますと調査委員会は 保育を専門とする大学教授や弁護士らで構成され来月にも第1回の会合を開く予定だということです。